ジェームズ・ゴードン・ブラウンは、イギリスの元政治家。財務大臣、第74代首相。労働党、第19代党首。1983年から2005年までは、ダンファームーリン東区選出の国会議員を務め、スコットランドの選挙区改編が行われた2005年の、総選挙以降はカー・コーディー及び、カウデン・ビス区選出の国会議員を務めている。 1997年5月から2007年6月まで、トニー・ブレア政権で財務大臣を務める。財務大臣としての在任期間は、19世紀の政治家、ニコラス・バン・シュタートに次ぐ長さとなった。2007年6月24日開催の英国労働党大会で党首に選出され、同年6月27日に首相の座を退いたトニー・ブレアの後継として、 イギリスの首相に任命された。2010年5月11日、総選挙結果の責任を取り、首相及び労働党党首を辞任し、13年に及ぶ労働党政権に幕を引いた。2014年12月1日、政界引退の意向を表明した。1951年、スコットランドのグラスゴー生まれ。父は、スコットランド長老派協会の牧師であった。 ファイフ州のカーコーディ高等学校在籍時に、ラグビーの競技中の事故で、網膜剥離を患い左目を失明しており、現在は義眼を用いている。成績優秀により16歳で、エディンバラ大学へ進学し歴史学を専攻、優等の成績で卒業した。1982年に労働党左派の政治家、ジェームズ・マクストンに関する研究で、 エディンバラ大学より PhD を取得している。学生の身分で、エディンバラ大学の運営評議会の議長に選出されたほか、サハ新聞のレッドペーパー、オンスコットランドの編集長も務めた。エディンバラ大学での臨時講師を経て、グラスゴー工科大学にて、政治学の講師を務めた後、スコティッシュテレビジョンで、ジャーナリスト、テレビプロデューサーとして働いた。 1979年の総選挙には、エジンバラ南区より労働党候補として、立候補したが、保守党所属のマイケル・アンクラムに敗れ落選する。1983年の総選挙では、ダンファー・ムリン東区で労働党候補として、立候補し当選。1985年には、影の内閣貿易、産業省のスポークスマン、その後ろ影の内閣財務大臣、貿易、 産業大臣を務めた。1994年5月の労働党党主ジョン・スミスの休止に際しては後継候補として有力視されたが、彼はこれを辞退してトニー・ブレアに遠首の座を譲った。この際の経緯に関して、二人の間には密約が交わされているとの噂があり、ロンドンのイズリントン地区のレストランで会食した際にブレアを党首とする代償としてブラウンが、 経済政策を取り仕切ること、そしてブラウンをブレアの後継者とすることが約束されたと言われる。それぞれ労働党の左派と恩恵派を代表する二人の間には政治的対立があるとの報道がなされることが多い。1997年5月の総選挙で労働党は大勝利を収めブレア政権が誕生した。ブラウンは影の内閣より引き続いて 財務大臣に任命された。ブラウンは就任直後に金融政策の大転換を行い国民を驚かせた。皇定部会の決定権を含めた金融政策の責任をイングランド銀行へと大幅に上渡する。この政策はブラウンのアシスタントであり、現、庶民院議員エドボールズによりまとめられたものである。2002年には健康保険の保険料を増加させた。 OECD によると1997年に39.3%だった。イギリスの税率は2006年には42.4%にまで増加している。保守党政権期からイギリス経済は安定成長を持続しており、1997年から2006年にかけての経済成長率は2.7%であった。2005年5月24日。 EU 加盟諸国は ODA を GDP の0.56%に増額する合意に達した。ブラウンはこの決定を歓迎した。また、ブレア首相は拠出金割引の情報を実行して、その EU 首脳会議の争点であったイギリスの拠出金割引制度は維持されることになる。これはヨーロッパ全体の2.1%より高いが、 世界の英語検証国中では最低である。失業率は1997年の7%から5.1%にまで改善した。ブレアと共にニューレーバーの旗頭であったが、ブレアよりはサハよりでソフトレフトを自称した。しかし、財務大臣としては規制緩和など市場主義路線を大胆に推し進め、高成長を維持した。こうした政策は、 後の首相就任時の金融バブル崩壊後、その一員として厳しく批判されることになるが、当時は高い評価を得た。また、国防政策などにおいても、徐々にアメリカ合衆国支持、恩恵派よりの言動を見せるようになったが、これは首相就任への不責であったとの見方が強い。2004年10月に、ブレア首相は4回目の総選挙に際しては当初、 後継に譲ることを発表した。2005年の総選挙で労働党は過半数は維持した、ものの議席を大きく減らし、2006年夏には、ブレア首相は1年以内に退陣することを明言した。2007年に入ると、ブレアの次の労働党党首が誰になるかは、家庭の問題ではなく、現実の問題として扱われた。何人かの党内有力者が、 対抗馬として、投手戦に立候補することを示唆するなど一時は、波乱含みの展開を予想させたが、結局は彼らも立候補を断念し、後継者は、ゴードン・ブラウンで、確定というムードは、変わることなく、2007年5月には、唯一の対抗馬として、立候補の意向を明示していた、党内左派のジョン・マクドネルが、投手戦に出るために必要な規定の人数の支持を、得られず、 立候補断念、ブラウンは無投票で労働党の次期党首となった。この数日前の5月10日には、ブレアが首相辞任の日付を6月27日と発表しており、ブラウンが労働党党首に確定したことで、同日にブラウンが首相として就任することが固まった。早くから次期労働党党首の最有力候補とみなされ、 続けてきたブラウンにとって、満を持たしての首相就任であったが、ブレア時代に一貫して低調だった、保守党が、デイビッド・キャメロンの党首就任を機に支持を盛り返しており、2006年頃の世論調査で、ブラウンが首相となった場合の支持率においても保守党を下回った。ブレア政権の負の遺産を抱えてのスタートとなるため、新政権の先行きは、不透明なものとなるとの観測が、 支配的だった。2007年6月27日、ブラウンは正式に首相就任し、翌28日に新政権が発足した。英国首相の交代は10年ぶりで、西洋の主要国では2005年以来独異仏で政権交代が続いており、英新首相の登場ですべて新指導者の時代に入ることになった。長年政権中枢にあったブラウンは、 首相職も着実にこなし、安定感ある仕事ぶりが評価されて、労働党の支持率は保守党を上回った。このため9月の労働党大会で党内から年内の解散を求める声が上がり、10月初頭に政局は緊迫した様相を見せたが、保守党の提示した減税案が交換されて、支持率で猛追されたこともあり、解散は断面に追い込まれた。 この判断は保守党はもっとより労働党内からも強い批判を浴び、以後、優柔不断との評が絶えなくなった。11月に入ると、ノーザンロック銀行の経営危機への対応や、歳入関税庁による個人情報2500万人分の紛失事件、等の違法献金問題などを受けて、支持率が逆転した。明けて2008年1月には、献金疑惑で、 実力者のピーター・ヘイン雇用年金、ウェールズ賞が辞任に追い込まれた。3月から4月にかけては、経済情勢の悪化や、北京オリンピックの聖火リレーをめぐる対応からも、批判を浴び、党の支持率は、過去25年で最低、保守党との差も、過去20年で最大の水準に開いたが、これは、チェンバレン首相を超える、 え近代市場でも急速かつ大幅な支持率、下落であるという。5月の統一地方選では、労働党は、ロンドン市長の座を失ったのをはじめ、得票率で自民党を下回り、第3党に転落するという過去40年で最大の惨敗を喫した上、6月のテロ対策法改正案では、 与党の大量増反のため一部野党の協力を仰がざるを得ず、同年秋の労働党大会では、党内の対人圧力をかわすのに、精一杯というありさまだった。もっとも秋のリーマンショックを受けた、金融不安では、公的資金注入などで迅速な対処を見せたことから、一部で、欧州の救世主などと称賛され、支持率も一時的に上昇。 予定を買っての解散が取り沙汰されるなどした。2009年、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマとの会談にてしかし2009年に入ると、英経済が17年振りの景気交代に入ると、ともに、ポンド安、金融危機が一層深刻化する中で、経済運営への信頼も由来だ。春には、国会議員の不明朗な経費請求問題への、 対応で後手に回り強い批判を浴びるとともに、元グルカフェの永住権問題で、野党同義の可決を許すなど窮地は深まるばかりで、労働党の支持率は、史上最低の22%に低下した。6月に入ると主要閣僚が、スキャンダルで、相次いで辞任し、党内で、投資交代を求める電子メールが出回るなど、ブラウンおろしの動きが、公然化した。結局、 統一地方選で労働党は250議席減らし、大敗。ダービー・シャーなど、北部4州の議席をすべて保守党に奪われる事態となった。ブラウンは、労働党にとって悲痛な敗北だとコメントしたが、内閣改造を行い続投を表明した。しかし、辞任した閣僚からも公然と退陣要求が出た。2009年9月、イギリス政府が、 半世紀以上にわたって個人を対象としたネガティブキャンペーンを継続してきたことに関してアラン・チューリングへようやく謝罪した。2010年に入ると保守党との支持率差をやや縮めたが依然として過半数獲得の見込みは立たないまま5月6日に総選挙を実施。ブラウンは経済政策の成果などを強調し選挙に臨んだが 議席を100近く減らして、過半数を大きく割り込み、選挙後に自民党などと連立を模索したが、政権維持は困難な状況となった。労働党内からも辞任を求める声が強まり、5月10日、ブラウンは秋の党大会で次の党首が選ばれるまで党首として、とどまり、その後辞任すると述べたが、風当たりは収まらず、翌5月11日に退陣を表明した。 その後については要職に就くことはないバックベンチャーとして議会広報席に残る意思表示をした。上述のように首相退任後は目立った政治活動は行っていなかったが2014年9月のスコットランド独立住民投票の際には投票日が近くなってから独立反対派の集会で何度も演説を行い大枠で現状を維持しつつ スコットランド議会の権限拡大は進めるという方向性を明確に打ち出し賛否を決めかねていた有権者を説得事前の予想以上に独立賛成派に傾いていた流れを戻し反対派の勝利に貢献したその後辞任したスコットランド労働党トップの後継選挙に出馬するのではとの観測もあったがブラウンはこれをきっぱり否定その時点で 政界引退の意向ではないかと噂されていたが、12月1日に、ファイフの選挙区で行われた、労働党活動家の集会の席で、2015年5月に予定される総選挙で出馬しないことを表明し、政界引退の意向を示した。慣例として、首相経験者は一大貴族に除せられ、庶民院からの引退後は、貴族院に議席を得ることになっているが、 ブラウンはこれも辞退するつもりである。首相を退いた後、ブラウンは事前活動に打ち込んでおり、2012年7月には国連の教育担当特使に任命されている。2010年4月28日、路上で移民問題について労働党を支持する年金生活者の女性と対談し、その後会話を得て立ち去る際、ブラウンが胸につけていた。 ピンマイクのスイッチが入ったままであることに気づかず、直後に隠れて吐いた、話さなければよかった、偏屈だらけの女などの暴言が、マイクに拾われる事態となった。この一件はマスコミに大きくスクープされ、直後の党首討論にも影響を与えることとなった。ブラウンは、ラジオ、電話などを通じて謝罪した後、女性の自宅を訪問し女性に直接謝罪をしている。 2010年2月21日、BBC ワールドニュースによると、ブラウンの部下から、英国、ナショナルブリーングヘルプラインに首相が、部下に暴行を加えているといると相談があり、問題が明らかになった。妻のサラ・ブラウン独身生活が長く、財務省になってからも独身であった。イギリスの財務省皇帝が、首相皇帝より広かったため、当時5人家族だった。 ブレア一家と皇帝を交換して住んだ逸話もある。かつては、ルーマニアの元国王ミハイ一世の娘、マルガレータ王女とも交際していたが、2000年8月に、サハ系、PR コンサルタント会社を経営するサラマコーリーと結婚した。ゴーオードンは49歳、サラは37歳、互いに初婚である。翌2001年12月には、娘が誕生したが、 未熟児であったため10日後に死亡する。第二子の長男ジョンは2003年10月に誕生した。2006年7月には、次男のジェームスが誕生しているが、ジェームスは、脳法性繊維症であると診断されている。スコットランドのプロサッカークラブ、ライスローバー FC のサポーターであり、2005年に、同クラブを買収したコンソーシアムのメンバーでもある。実の兄弟であるジョンは、 グラス号市議会に勤務、アンドリューは EDF エナジー社の PR 担当コンサルタントとして勤務している。ありがとうございます。